和牛タ佐々木くん、シングルマッチ60分一本勝負を行います。和牛青コーナー174センチ95キロ佐々木赤コーナー110センチ113キロ黒毛和牛タン和牛エミン阿部慎介黒毛打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、エルボー組み合います。ロープに飛ばした。抱えます。ストマックを狙ってまいります。行くのか。ロープに振った。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。組みに行きます。ロープに振ってフライアット。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控え室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。足攻めに転じます。行くのか。あっと、返します。腰を落とします。キックを打っていきます。国産のパワフルなビール牛、この黒毛和牛タ、悲願のエンブレム入りを果たし、ますます気合の入ったファイトを見せるこの男、今宵も得意のパワー殺法でちょっとずつ猛牛だ。返してまいります。こういうのは効果的ですよ、技の威力を反映させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。腕を回します。逆に投げてまいります。組みに行きます。逆に振り返した。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ハンマーを振りかざします。蹴りを見舞ってまいります。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの強みですよね。そうですね、ジャックハマーでそのまま全体重を浴びされ、ロープブレイク掴みます。エルボーを入れていきます。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。腰を落とします。リバースで返します。小脇に抱えます。エルボーでブロック、バックに回ります。エルボーで返します。スピアーが突き刺さった。このあたり決まり具合はいかがですか？まだこれは入ってないですね。そうですか。組み合います。ネックブリカードロップで落としてまいります。ストンピングです。ラリウッド、ものすごいストンピング、強烈、引き起こす。いけるか。あと逆に投げていった。抱き起こす。打たせない。あと逆に捉えた。バックに回った。ジャーマー、綺麗な人間強。ロープブレイク、ロープに振って、あっとスピア、ストンピングを叩き込む。起こした。エルボー強烈、エルボーを打ち込む。足を取った。バック当たって
ックリバックリ回った。バイオを取り返す。あっと返していった。組み合った。正面から投げていった。先頭強烈。そのまま耐え固め、ロープに逃れました。奥歯を噛みしめた。来た来た。パーン。ここでロープブレイク。張った。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。あとボブに持っていった。ポイントになるんですか。気持ちか。いいじゃないですかね。もう気持ちだけですよ。担ぐか。あと耐えた。記憶が飛んだか。カウント入る。完璧の母の胸に抱かれました。組み合った。巻き投げで切り返した。立たせていく。ハーフネルソンの体勢。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。ウルネルソンの体勢。今よく切り返しましたね。ええ、今のはもう瞬間的なひらめきですよ。逆指で一気に反り上げる。ロープブレイク。ブロックした。腰に手を回した。させません。首根っこを掴んだ。ヘッドでいった。腕をフックした。となると思いますよ。ありがとうございます。組に行きます。逆に返します。
脇固めに持ってまいります。ウルネルソンに取ります。返してまいります。腕を取ります。チキンウィングに固めてまいります。掴んだ。キックで返します。掴みます。させません。フロントからのキック。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。スタンディングを取らせます。腕を捉えます。切り返します。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。リング上は首4の字固めであります。ロープにブレイクしました。スイッチしてまいります。張ります。組み合います。ロープに飛ばした。ロックアップ。ボディースラムです。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。行くのか。この辺りうまいですね。そうですね。こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。足を抱えます。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。乾いた音が館内に響きます。ここでタッチです。ここでタッチです。腕を捉えます。エルボー。腕を取ります。あと返します。ブロックします。足を狙ってまいります。リング上は逆片指固めの体勢。腕を取ります。腕を取ってまいります。腕を捉えます。バットを返します。あっと逆さ抑え込み。ロープに逃れました。蹴ってまいります。ロックアップ。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。強烈に締め上げてまいります。張ってまいります。行くのか。危ないですよ。脳天粉砕か。起こした。エルボー強烈。あと逆に捉えた。レンジ蹴り。引き起こす。ストッピング。逆に蹴っていった。10分経過、10ミニッツコーン。いやチョークで締めていった。首根っこを掴んだ。容赦のない攻めだ。腕を取った。
蹴り上げていく。後頭部エンジン抱き起こす。キック組み合った。逆に振り返した。脇固めに持っていった。ここでスイッチ。ドラゴン行くのか。投げっぱなしのドラゴンスープレックス。立たせていく。張り手スモールパッケージで丸める。ここは分断どこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。逆にロープに振った。ストッピング強烈。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。ガチッと組み合った。正面から投げを威張った。抱き起こす。肉体を躍動させる。腰に手を回した。チャーボーカウント 2.9 重低音は大功。奥歯を噛みしめた。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ、勝負のポイントですね。逆指で一気に反り上げる。ガードした。いけるか。ガチッと組み合った。あと逆に返した。ストッピング強烈。裏アキレスに持っていった。ここでタッチだ。すごい音がした。すごい顔で打つ。抜くのか。リバースで切り返した。ストッピング。さあサバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャングル密林の王となるのはどっちなんだ。頭を掴んでエリボーを打ち込む。ドロップキック。立たせていく。ピッコルヒャー。あと耐えた。気合を入れた。バックに回った。エルボーで返す。タックルぶちかわし強烈に決めていった。ロープに逃れました。掴んだ。エルボーを打ち込む。張り手強烈。逆襟が当たる。ブロックした。岸壁の母の胸に抱かれました。絞り上げる強烈。ブロックした。
。バック当たって、あっと返した。肉体を躍動させる。ヒートアップしてますよね。腕を取った。リングに戻ります。リングに戻ります。さあタッチ。頭を掴んでさせません。エルボーを入れていく。組み合った。逆に返した。膝を壊しに行った。担げるか。エルボーで切り返す。すごい音がした。腕を取った。アームロック、アームロック。ここでロープブレイク。フロントキック。腕を取った。25分経過。25ミリッツゴー。キルウイングで固めていく。岸壁の母の胸に抱かれました。腕を回した。ストバックに突き刺さった。いけるか。コーナーに振った。
ジナルガンガンスハー頑張れ75cm 90kg ホシカパンナホーヒーロー番長赤コーナー星川さん京都倉間山出身天狗行け天狗海賊天狗天狗海賊187cm 105kg サイヤ人サイヤサイヤ阿部慎介星川運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。起こしてまいります。逆水平組みに行きます。リング上はヘッドロックの体勢、打ち込んでまいります。行くのか、返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。ロックアップ、ボディースラム、ストンピング、蹴りつけてまいります。掴んだ、鋭いキックです。ストンピングです。嬉しい逆十字の体勢、キック攻撃を見舞います。組み合います。直してまいります。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ロックアップ、あっとそのまま投げてまいります。ラフ殺法に転じます。行くのか、逆に投げてまいります。ストンピングです。組み合います。投げてまいります。ラフ殺法に転じます。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。キックを打っていきます。意地を打ち込んでまいります。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、起こします。あっと顔から落とします。ストンピングを叩き込んでまいります。体を預けます。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。リング上は逆片指固めの体勢、張ります。組みに行きます。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。行くのか、フライングメイヤー、ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。逆に振り返した、全身でぶちかましてまいります。ブレンバスターに取ります。ウィッシャーマンスープレックス、ロープブレイク、張ってまいります。あっと逆に切り返した、ロープにブレイクしました。ここでタッチです。蹴りをぶち込みます。掴みます。させません。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。引き起こします。気合を入れてまいります。サイドを抱えます。エルボーでブロック、打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。組み合います。逆に返します。逆片指固めに移行してまいります。組み合います。
円形の長い締めに持っていきます。ロープブレーキです。掴みます。円錐切り、このポーズ。立たせていく。トップロープを狙う。後頭部円錐、腕しぎ入った。ロープに逃れました。ロー打ち込む。ガードした。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。打ってる方も辛いはずですよ。はい、ストッピングを叩き込む。肉体を躍動させる。抑え込んで、カウント2つ。惜しい。腕をフックした。10ミニッツ姉さんが火を吹いた。ここが本番どこですね。そうですね、ここからはお互いに精神力の勝負ですよ。ここでタッチだ。抱えた。バックに回った。アウト。ドロップキック。首やった。あと逆に返した。足を殺していった。背後からキャメルクラッチに移行する。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。ブレンバスターで切り返した。いけるか。あっと逆に投げていった。引き起こす。ミールティックがこめかみに入った。場外に移行した。ガジェット組み合った。あっと返した。同時目スリーパー。いけるか。逆に返した。強烈逆肩エビ固め。シュミット式で落としていった。トゥーカウント。張った。さあタッチ。おっと逆に捉えた。バックを取って、ジャーバー。綺麗な人間鏡。危ない。腰に手を回した。エルボーで切り返す。お客さんが足を踏み出しています。ものすごい重点をバズーカ。おー、マックスボルテージ。リングに戻ります。組み合った。ロープに振った。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。フィニッシュに行くのか。小脇に抱えた。バックドロップ。綺麗にこう描いた。強烈キック攻撃。膝十字に持っていった。ガジェット組み合った。あっと、そのまま腕を取った。組み合った。羽織り固めに持ってった。ロープブレイク。
こでスイッチ。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。ストンピング強烈。腰を落とす。あと耐えた。抱えた。打たせない。ガチッと組み合った。おっと急所を打ち据える。20分経過。バックを取って、バックを取り返す。今頭打ったんじゃないですかね。猛点したとか打ちつけたか。引っこ抜きか。リバース式のタイガードライバー。キックものすごい。ストッピング。エビに固める。カウント2。いけるか。首がために持っていく。カウント 2.98。 もうな、カウント 2.8。 そう
ッチヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者選手入場。さあ、ヒーズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。赤コーナーよりチャンピオン大森隆夫入場。問答無用の天下一王者、今チャンピオンが堂々の入場であります。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。あっと、プレッチャー、あっと、ヘルボー、行くのか。序盤戦からお気をつけください。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。エルボー逆水平抱えます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。腰を落とします。首から突き刺さります。スリーパーで締め上げます。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ウィストドロップ、あっと、キャッチした。足攻めに転じます。スタンディングを取らせます。掴みます。で返します。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五行が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。ライオット至近距離、サイドを抱えます。エルボーでブロック、ドロップキック、フロントからのキック、ロックアップ、かわず掛けで倒します。引き起こします。組みに行きます。コーナーに振った、ショルダーをぶつけていきます。蹴ってまいります。ブロックします。組み合います。リング下に落とします。気合を入れてまいります。いや、この辺りスピードがありますね。跳躍力がものすごいですよ。胸がありますね。掴んだ、させません。組み合います。お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。チョップが上がってまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。掴んだ、逆に返します。ロックアップ、逆に投げてまいります。か
館内も盛り上がります。乾いた方向が館内に響きます。返してまいります。起こしてまいります。ガードします。マックスボンバーが火を吹いた。腰を落とします。リバースで返します。起こします。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。綺麗に入りましたよ。首を抱きつけた。抱き起こす。掴んだ。あっと、エルボー。奥歯を噛み締めた。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。引っこ抜きか。あと逆に返した。腕をフックした。顔面砕きスプレッド DDT。 ストッピング、ストッピング強烈。ガードした。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。引き起こす。バックに回った。あ、裏ディリティだ。カバーした。10分経過。ハイミリッコー。カウント2。返しました。蹴っていった。ローザー行くのか。あっと逆に蹴っていった。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。あと逆にだって危ない。カウントリーテイク。一気加勢に打たせない。首根っこを掴んだ。あと逆にキック、ドロップキック、膝。テンプル捉えましたよ。架空を見上げたか。ラリアット左腕、立たせていく。ピンポイント膝。カバーの体勢。トゥーカウント。トラースキック。体を預ける。ここでロープブレイク。強烈。アックスギロチンドライバー。カウント3が入りました。
さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ラリアット気合を入れてまいります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。レトロ調の技を繰り出してまいります。ロープブレイクです。キックを打っていきます。組み合います。ロープに飛ばした。ラリアット至近距離ブロックします。2位を落としてまいります。そのまま膝を取ります。フロントからのキック、腰を落とします。ハンマーを振りかざします。ロックアップ、対角線に飛ばした。さあここでいくのか、顔面ウォッシュ。このポーズです。リング上は逆肩入り固めの体勢、ロープにブレイクしました。張ります。行くのか、切り返します。ここでタッチです。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。パンチで返します。相手を挑発してまいります。抱えます。逆に投げてまいります。腕を回します。させません。張ってまいります。腕をフックします。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。相手を挑発してまいります。行くのか、コーナーに振った。フロントからのキック、掴んだ。あっとエルボー、キックを打っていきます。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。腰を落として逆肩指固めの体勢です。組み合います。巻き投げで切り返します。コーナーに振って、ラリアットなぎ倒し、背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープに逃れました。引き起こします。組みに行きます。コーナーに振った。チョップが唸ってまいります。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、巻き投げで切り返します。ニードロップ、落とします。打ち込んでまいります。行くのか、逆に返します。掴んだ、膝を狙ってまいります。腕しぎに取ります。腰を落とします。リバースで返します。返してまいります。乾いた音が館内に響きます。
盛り上がります。ガードします。このポーズです。ロックアップ、返してまいります。起こしてまいります。バックドロップで叩きつけます。ストンピングです。抱えます。今ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢で打ちましたよ。このポーズです。組み合います。バット返します。相手を挑発してまいります。回転してまいります。サンセットフリップ掴みます。金的攻撃、逆片指固めに移行してまいります。ドロップキックが突き刺さる。組み合った、逆に返した。いけるか。ロープに振って、おっと逆に捉えた。あと逆にパンチ、重いですね一発が。決まってますね。首根っこを掴んだ。エルボー強烈、ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。15分経過。引き起こす、気合を入れた。掴んだ、ちょっと指に入りましたよ。ブロック状況か、立たせていく。ブレンバスター行くのか、打たせない。ここでタッチだ。このポーズ、エビに固める。ここから大技に初三発持ってきたいですね。ここで持っていくのか。腕をフックした、顔面砕き式の DDT。 腕を絡めて抑え込んだ。カウント 2.5。 腕を回した、ブレインバスターで叩きつける。コーナーに登って、
注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、起こしてまいります。あっと、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。キック攻撃を見舞います。逆水平を打っていきます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。バックに回ります。フライングリールキック。リング上は逆片指固めの体勢。ロープブレイク、行くのか。ボディースラム、フラッシュリングエルボー。早い展開であります。パンチ攻撃です。腕をフックします。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、それは全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。そうなんですか。ガードします。抜けてまいります。あっと、パンチです。抱えます。させません。顔面が歪みます。プロレスとバーリープードの二足のわらじを履きこなします。横井宏隆、佐藤浩平とともに下克上を目指し暴れまくる荒くれ者は、人生そのものがバーリープード。まさに今宵も何でもありの戦いを見せてくれるのか注目であります。引き起こします。パンチで返します。バックを取ります。後頭部に打ち込んでまいります。チョップであります。
足を抱えます。円錐切り、気合を入れてまいります。ロックアップ、コーナーに振った。スペースローリングしてのハイキック、このポーズです。起こします、組みに行きます、逆に返します、組み合います、逆に投げてまいります。ボールに入ります。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。腕をフックします、振りほどきます。おっと、逆にキャプチュードで捕獲した。ドラゴンクラッチで締め上げていった。ここでロープブレイク、破壊石がぐさりと突き刺さった。ピッコルヒャー、ダブルアームで固めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。バックに回った、ジャーマー、ロープブレイク。打ってる方も辛いはずですよ。はい、組み合った、バッと返した、ガチッと組み合った、コーナーに振って、トップロープから流れ落としていった。一気にスパークするのか、あっとパンチ、足を抱えた、キャプチュードに持っていった。あっと返していった、顔面蹴り、これで決まったか。ロープに逃れました。あっとキャッチした、フック、あっとそのまま膝十字、いけるか、ズームストンで落としていった。フィニッシュになるか、ロープブレイク、いけるか、コーナーに振った。おっと、側転からのハイキック、湧いてこい、俺の力、フィニッシュに行くのか。腕を回した、首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた。おっと、逆にキャプチュード、10分経過、10ミニッツゴー。バット逆に丸めていった。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより挑戦者チーム、ダブルチュー長州力、石井玉広入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーよりチャンピオンチーム、ゼロファン、トム・ハワード、ザ・プレデター、入場。
地に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。その辺りを注目してまいりたいと思います。あっとエルボー、顔面を狙ってまいります。組みに行きます。ビクトル式で締め上げてまいります。グーパンチです。間合いを嫌ってまいります。グーを打ち込みます。起こします。耐えます。腕をフックします。逆に投げてまいります。スイッチしてまいります。ソバットを打ち込みます。ヘッドを打ってまいります。ロックアップ。さあ粘着室よろしく、締めに転じてまいります。ローリングしたのキック掴みます。エルボー、あっと逆に捉えた。レッグロックに乗っていった。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。バット、キャッチした。エンジン蹴り、ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。リバースで返します。ストンピング蹴りつけてまいります。スタンディング蹴ってまいります。組み合います。切り返します。エルボーでブロック。このポーズです。ストンピングです。バットバックに回った。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。起こしてまいります。ガードします。ここでタッチです。シュエシュエ、キックで牽制していきます。リング下に落とします。この辺りで空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。ハンマーを振りかざします。行くのか。エルボーで返します。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。
いいと思いますよ。返してまいります。リング内に戻ります。ここでタッチです。スイッチしてまいります。シュッシュッ、ダブルで上がっていった。シュッシュッ、強烈なキックです。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。引き起こします。腰を落とします。強烈パワーパン。技の仕掛け早いですね。勝ちにいってますね。掴んだ。あと逆にキック、組み合った、逆に振り返した。これきついですね。そうですね。ギロチンドロップ、強烈、ガチッと組み合った、ロープに振った。ここでタッチだ。場外に移行した。逆にバックに回った。10分経過。セミリスチが食べる体勢だ。あとキャッチした、足を決めていった。いけるか。あと逆に投げていった。リングに戻ります。リングに戻ります。さあタッチ。ガードした。できない。ガチッと組み合った、ロープに飛ばした。いきなりやっとバズーカ、エビに固める。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、一気に料理するのか。ラリアット、カバーした、ロープに逃れました。いけるか。対角線に飛ばした。
佐藤浩平入場。さあ、期待の若虎佐藤浩平が下克上を目指して入場してまいります。コリノワールド展開であります。策略男爵スティーブ・コリノが入ってまいります。揃った格闘戦士レボリューション坂田渉の入場であります。橋本真也入場。絞るのでありましょうか。レッグロックに捉えます。逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。抱えます。キック攻撃を見舞います。掴んだ腕をフックします。地獄突きストマックへの攻撃であります。2位を突き上げます。掴みます。ヒヤリを入れてまいります。腰を落とします。エルボーを落としてまいります。組みに行きます。フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。掴んだストマックに突き刺さります。組み合います。返してまいります。ロックストンピングです。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。行くのか。おっと逆に捉えた。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。膝を使ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。飛び膝に腕突き刺さった。掴みます。喉元に打ち込んでまいります。ローキックロックアップ逆に倒します。キャッチした。引き起こしそのまま倒してまいります。キャッチした。打ち込んでまいります。胴を打ち込みます。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。組み合います。抱えます。
ロープに振って2位を蹴り上げます。巻き投げてまいります。肘を打ち込んでまいります。このポーズです。させません。強烈なキックです。腕をフックし逆に投げてまいります。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。起こしてまいります。一発で今度のエルボー起こします。ボディースラムで投げてまいります。巻き投げで切り返します。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。今うまい落とし方をしましたね。これ受け身で取りづらいはずですよ。ちょっとダメージが気になりますね。スタンディングを取らせます。逆水平を打っていきます。エルボーでブロック、ブレンバスターで切り返します。気合よりボールに入ります。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。逆に投げてまいります。逆に振り返した。腕を三角締めで締め上げてまいります。ロープブレイク、エルボードロップ落としてまいります。リング上は逆片指固めの体勢。乾いた音が館内に響きます。おっと逆に捉えた。フロントのヘッドロックに取ります。これ危ないですよ。脳天粉砕か。おっと腹固めの体勢だ。ロープって強烈、いけるか。ロープに振った。エルボーで切り返す。ドロップキックが突き刺さる。抱き起こす。腰に手を回した。ガチンと組み合った。おっとジャーン引き起こす。カウント 2.5。 あっとキャッチした。大きい蹴り。カウンター気味に入りましたよ。グロッキー状況か。このポーズ見えよ。つった。掴んだ。腕をエルボーで返す。打たせない。ブレンバスターで切り返した。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。そのまま体固め。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、組み合った。見えを切った。逆にロープに振った。させません。ガチッと組み合った。フロントに投げていった。このポーズ体を預ける。ここでロープブレイク。あと逆に返した。強烈キック攻撃。あとドロップキック外した。一気にスパークするのか。立たせていく。サイドを取った。エルボーで返す。抱えた。リングでリモ DDT 全ドローから突き刺さった。決まり。いかがですか。これはがっちり決まってますよ。片指に持ち込む。エルボーで切り返す。バックを取った。カウント10であります。いけるか。足を決めていった。岸壁の母の胸に抱かれました。あっと顔面か。引き起こす。組み合った。正面から投げを射った。あっと逆に切り返した。チョップ強烈。いけるか。コーナーに振ってエルボーで返す。腕を取った。腕を殺していった。首根っこを掴んだ。ボゾーロップに染み渡るキック。ブレンバスまだクラッチを離さない。ドロップキック強烈。カウント入る。小脇に抱えた。カウント 2.99。 組み合った。あと逆に倒した。カバーした。カウント 2.89。 ガツッと組み合った。逆に振り返した。逆に返した。チョークで締めていった。あと逆に脇固めで切り返す。あと逆に丸めていった。あとエルボー
読んでいます。まさに読み切り小説。カウント 2.98、 これでも決まりなさい。頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった。蹴りをぶち込む。決めに行くのか。そのまま倒していった。三角締めがガッツリと入った。三角締めに捉えた。このポーズ、腕を回した。ブレインバスターで投げつける。立たせていく。15分経過15分経過。あっと、そのまま倒していった。アキレス腱が頭に入った。ロープブレイク、抱えた。ジャンピングしてろ DDT。 抱き起こす。腕をフックした。ノーザンライトだ。ブロックした。抱えた。おっと、外した。トラースキック、喉元。首根っこをつかんだ。爆殺シューティングか。エルボードラップ、強烈強烈。逆肩エビがダメ。組み合った。巻き投げで切り返した。全体重を乗せたエルボー。逃れました。あと逆に捉えた。足を殺していった。あとキャッチした。テイクダウンを奪った。腕をフックした。あとうまく切り返した。ボールを返します。すごい顔で打つ。腕をフックした。 DDT キャンター。起こした。ハイキック。抱えた。リバースで切り返した。正面から受けていった。掴んだ。計算切りのアメアラメ。そのまま体固め。岩壁の母の胸に抱かれました。あっと倒していった。スリーパー落とすのか。ここでロープブレイク。頭を掴んで、グーの鉄拳制裁。首根っこを掴んだ。ハンマーパンチ強烈。ガードした。爆殺キック。引き起こす。後ろ回し蹴り気味のフライングネイルキック。抱き起こす。強烈に叩きつける。立たせていく。リング上殺虫剤 DDT。腕を回した。
で持っていくのか。引き起こす。そのまま叩きつけていった。腕をフックした。おっと外した。ガジェット組み合った。コーナーに振った。おっとロープアクロのエビ固め。レフェリーは気づかない。カウント2で返します。対角線に飛ばした。ジャンピングエルボー、エルボードロップ強烈。リッシュ5分。おっと超攻撃。ヘッジパーミットゾーン。ブロックした。おっと急所を打ち捨てる。組み合った。その前に投げていった。三角締めに捉えた。ロープブレイク。いけるか。コーナーに振った。あと迎撃した。抱えた。ブレインバスターで叩きつける。カバーした。ロープに飛ばした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。小脇に抱えた。あと耐えた。ガジェット組み合った。ボディスラムで叩きつけた。三角締めがガッチリギブアップを宣言しました。